山田です。なんでマスクをしてるかというと、本日の東京が花粉がひどいからです。朝から花粉でくしゃみが止まりません。あのね、花粉症じゃない方もいると思うんですよ、この動画見てる方でね。あの花粉が待ってる日ってさ、もう朝起きた瞬間にわかるよね。部屋の中でもわかるよね。あ、今日飛んでるって。はい、関係ない話失礼しました。今日はですね、2月の26日でございます。何の日かというと、榊のレイド、榊2度キングレイドが開催する日です。これがね、榊レイドの詳しい話はね、以前しなかったんですけども、時間ですね、16時と17時半と19時かな、この、時間でやるということが決まっています。で、今ポケモンセンターにいるんですけど、ちょっとおかしいことがあって、僕ポケセンの根元に今いるんですよね。17時今25分なんですけども、開催が1分後なんですよ。1分半後なんですよ。ちょっと早くて、これなんでなんだろうなっていう風に今実はなっちゃってます。ちょっと理由が分かんないんですよね。これはまあ、もしかしたら目安がその19時16 17時半だったのかなとは思ってるんですけど、でも今あのポケモンセンターメガ東京池袋の方ですよね、こちらはどうやらあの17時半ジャストに開催っていう風に今なってるみたいなんですよ。なぜですかね。まあ、あのこのタイミングでね、日本全国のポケモンセンターでね、2度キング狙ってる方々いらっしゃると思うので、まあそんなに皆様とねバッとやる感じになってるんですけど、はい、スカイツリーですね。今日僕がいるのはね、こちら、イエーイイエーイ、はい、スカイツリーです。東京だと池袋もねポケセンがあるんですが、あのそちらがね今ちょっと今日が、ポケモンセンター自体が空いてないんですよ。なので2度キングを倒してそれを見せた時のねシールがもらえないので、あ、もう理由はそれですね、のためそれだけなんで、来ました。本当は16時台に来たかったんだけどね、ちょっとねいろいろもあのいろいろとちょっとね手こずっちゃって来れなかったって感じです。でね、今もうちょっとね始まる感じだったんで、うろうろ卵割ってました。お、あと、はい、荒ぶってますね、荒ぶっております。さあ、これ本当に2度キングかな、なんか2度キングじゃない可能性がちょっと僕の中では実はあるんだよね。まあ、とりあえず見ていきましょう。はい、5、4、3、2、1、スタート。はい、さあ、2度キングで会ってくれるかな。2度キングだと嬉しいんだけどな。あ、よかったよかった、ちゃんと2度キングですね。よし、オッケー、では突撃していきましょう。ゴー、入りました。よし、入りました。で、2度キングなんですけど、今回僕はパーティー組んであります。こちらですね、はい、サカキパ、組んであります。サカキパって別にサカキをね模してるわけじゃないですけど、サカキの今回2度キングに、対策としておすすめのやつらを、入れてあります。つってもまあ僕の手持ちの中に普通に水ポケ、あと氷系ね、水氷とかこの辺使えるやつらがいっぱいいたので、もうとにかくそれ積んでるだけですね。なんかあのグラードンとかあの辺とそんなにグラードン戦ってる時も多分こんな感じの編成だったんじゃないかな。はい、ちょっとね、技名あんま変えてないやつらがいるからな、もったいない。もうさ、ほら、シャワーズが15、14、14、1、15って何やねん、お前。どういうことや、お前。115が間違ったんじゃないか、これ。なんか、久しく使ってないシャワーズくんだからね。はい、名前を少しね、変えたいな。なんか、最近ね、いろいろ名前をね、遊びたいなと思ってるから、こうね、入れ替えたりとかしてるんですが。はい、とりあえず、あの、水タイプのポケモン、皆様結構揃ってきてると思うんですよね。まあ、長くやってる方なほど。で、そうじゃない方、ライトにやってる方だったならば、とりあえず、海遊が後できましょう。やっておきましょう。耐久力も高いし、本人の CP も、まあ、割とその高い状態でゲットできているはずです。ね、水ですね、水で、とりあえず攻められるのがいいのかなとは、はい、思います。4、3、2、1、スタート。やっていきましょう。よっしゃ、はい、2度キング CP が32,111、こちらね強化されてるんですね。あの以前ね2度キングのレイドバトルっていうのが今回ね、あの、まあ、来ましたけど、その昔だったら2万4000台とかだったんですね。だからその頃に比べると、あの、まあ、榊の2度キングということ、うわ、ちょっと分かんないさ、みんな榊の2度キングということで、あのどうやら強くなっているとのことでした。はい、ただこれねゲットチャレンジに行くとどうやら下がるらしいんですね、っていうのを聞いたんですが、実際に僕はまだね、自分の端末で検証してないので、これ見ていきましょう。さすが20人いるからね余裕ですね。ただ最大 CP は割と高いんで、結構その昔の2度キングの感じで勝負すると痛い目見るかもしれません。勝てないみたいな感じになりかえないですね。お、 OK、 2匹目の段階でいけましたけど、これはもう20人ですからね、それはいけますよ。はい、
はい、ということで CP1657 のニドキングです。さあ、お、アメ2個もらえた、ありがとうございます。おー、技マシンスペシャル、ありがてー、はーい、ありがとうございます。はい、ということでね、行ってみましょう。ゲットチャレンジの CP が1657ですね。はい、つまり32000のニドキングっていうのは、いや、バトルの時だけのブースト状態、まあ、他のレイドボスとかもそうなんですけど、通常の限界を超えた、CP が出てくるじゃないですか。でもだからといって今回の榊の、ニドキングが、通常のニドキングよりもその種族値が高いとか、最大 CP が高いとかっていうことは、ございませんので、その点だけ皆様ご了承ください。だからご了承くださいっていうと、まるで僕がだからもうたまにあんだけどさ、運営かよお前みたいな感じを今物言いをするんだけどさ、全然違うからね。よし、じゃあニドキングさん、よいしょっと、あ、位置悪い、位置悪い、下下下、もっと上に投げましょうね。1回目、はい、2回目、はい、3球でしてください。はい、オッケー。ニドキングはね、僕フォルムが本当好きなんですよ。この装甲、重厚感、装甲みたいな感じがねすごい好きなので、はい、サクッと取って、なんでだいなんでだい、もうちょっと頼むよ君。はい、よいしょよいしょ。もう固定砲も使えません。ちょっと待って、もったいない、やだやだ、これちょっと、これゲットしないとシールがもらえないから、ちゃんとやんなきゃ。はい、よいしょ。はい、あ、グレートだ、ちょっといや、ちょっと、まあいいか。はい、1回目、はい、2回目、3、ちょっとちゃんとやろう、ちゃんとやろう、ちょっと待ってよ、威嚇そんなしないでよ、少し絞ります。はい、この辺で威嚇、威嚇きた、よいしょ、ほいっ、もうちょっと絞ってもいいね、今のね、フレーズだからね。はい、1、2、ちょっと待って、3いかないって、なんでなんで、そんな粘るポケモンじゃないじゃん君、そんなじゃないじゃん、いつももっと優しいじゃん僕に対して。来い、はい、よいしょ。はい、クレイドじゃなくてちゃんと絞った方がいい。1回目、はい、2回目、はい、あ、よかったよかった、3回目、はい、エクセレントねにしなきゃかなと思ったけど、はい、とりあえずニドキング、榊のニドキングゲットだぜ。ちょっと待ってちょっと待って、これさ、人のポケモン盗んだことにならない？ダメだよ、ダメだよ、よくない。ちょっと待って、これ今気づいたけど、そうじゃない、これポケモンってさ、他のトレーナーのポケモン、トレーナーさんで奪っちゃダメじゃん。え、非常に良くないことをしたんじゃないか。じゃあ僕はこれは窃盗やないかーい。良くないね。ちょっと待って、GO の運営さん、これいいの？本家ポケモンと違うけど、なんかいや、まあいいか。ポケセンでスタッフさんにお見せするとシールが、そこでこうもらえるとのことでした。行ってこいと思います。よし、行こう。はい、ということでね、実際にね、ポケモンセンター行ってきました。ポケモンセンターの中でね、店員さん、まあ、お姉さんとか、こうマイクでね、本日は、ポケモンセンターようこそ、本日、このポケモントレーナーで、あ、ポケモンセンターで行われているニドキングに勝利した方、おめでとうございます、みたいなアナウンスやってて、声かけたら、シールいただけました。それがこちらですね。ババン！まあ、あれですね。公式サイトとかでアナウンスされていたデザインとまんま同じですね。はい。ということでね、まあ、皆様今回もしもポケモンセンターに行かれてニドキングプレイした方は、実際ね、お声掛けして、はい、こちら受け取るといいと思います。結構ね、わかりやすく、どの店員さんに声かけてもいいらしいんですけど、受付どうぞ、みたいな感じで、僕の行ったスカイツリータウンのね、ポケモンセンターはすごいわかりやすく、案内していただきました。で、まあ今回のニドキングなんですけど、多分冒頭でもちょろっと言ったんですけど、結局普通のニドキングでしたね。色違いがいるわけでもなく、技構成も普段と同じ。で、強いっていう風に言われてたのが、結局あれでしたね。バトルをするときにニドキングの CP、最大 CP が通常のレイドよりも高いと。
った仕様でございました。はい、あーごめんなさい、途中でも言いましたけどごめんなさいね、まだ花粉がやばいんで今日はちょっとずっとつけてます、室内でもね、あのくしゃみがまあ止まんないので、ということで、今回のニドキングが、3月の10日までかな、確かね3月の、まあ、中旬ぐらいまでは、行われております。もしもポケモンセンターにね行かれる予定がある方、もしくは今回のニドキングとか、あとこのシールが欲しいっていう方はね、実際行ってみたらいいんじゃないでしょうか。途中でも僕水ポケでね今回ニドキング、倒しましたが、かなり対策がね立てやすい、ジャンルのポケモンかなと思います。まあジムとかにもね置かれてる機会なかなか少ないんですけども、自身の耐久力そんなに高いわけではないですし、あとは弱点を刺しやすい、まあ刺しやすいっていうのは、あの皆様ねやっぱり優先的にっていうか、こう育てる優先、まあみんなこれ育ててるよねっていうポケモンたちって、まあいるんですけど、ギャラドスとか、あとはシャワーズとか、最近だったらカイリュウとかね、あカイリュウじゃない、ごめんなさい、カイオーガ、あの水なんでね、カイオーガみたいな、そのゲットしてたかつ高 CP のポケモンっていうのを、まあ皆様やり割と持ってると、でそいつらで弱点をつけるっていうところがあるので、でさらに言えばポケモンセンターに今回その時間帯にこのニドキングを目指して、ニドキング欲しいから来る方っていうのがやっぱりいらっしゃるんですよね。なのであのどの時間帯にどの回に行っても、まあ、比較的クリアはしやすいんじゃないかなと、はい、思っております。まあ、記念にね、そのただまあ記念って言ってもさ、パッと見で普通のさニドキング、あの通常ニドキングと同じだから、なんか変えてほしかったって思いは、まあ、ちょっとね個人的にはあるんですけどね。あとはまあ技ね、技なんかやってほしかったな、なんかしてほしかったな。正直ね、せっかくそのポケモンセンターに、まあ、例えば僕だったならば、まあ、言うてもその電車賃ぐらいであのポケモンセンターね行けますけど、そうじゃない方もいらっしゃるわけじゃないですか。割と遠征しなきゃいけない人とかもいる中でね、果たして、それに見合っているのかどうかっていう、まあ、話はまあご本人次第ですね、ご本人様次第ではあるんですけど、まあ、付加価値というかがなんかね一個でもあればまあ嬉しいなぁなんてね思ったんですけど、まあでも難しいのがね、まあ僕あの人手マンとかベイリーフとかね、大好きなポケモンがね、まあやはり二強みたいな感じでこの2匹がいるんですけど、もうそこに、まあ、並びはしないけれども昔から好きなポケモンということでニドキングなので、個人的にはまあニドキングが ねレイドでしかも特別仕様で、あのいろんな人が出てくるところでやるっていうのは、まあそれだけでも嬉しいんですけど、まあ欲しい方もいればニドキングかしかも普通かっていう、そういった方もいらっしゃると思うので、まあなんかゆるいふわっとしたゆるふわっとしたイベントだなと、思っている次第でございます。まあ色違いとかがね、あとはそのなんかちょっと見た目が違うとか、何でもいいからやってくれたら嬉しいですね。はい、まあということで今回はやっていきました。皆様もねお近くにあるポケモンセンター、もしくはちょっと遠出してね、行かれた時には、ぜひぜひ挑戦してみたらいいと思います。それじゃあ今回はこれで終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。